国語の今日が引いたため地下鉄から発車し、間もなく発車しました。ご注意ください。はい、本日は始末をご利用いただきありがとうございます。次は染崎警察署、メッセージ梅田ビル3階ニーサ口座開設、株式投資のご相談、橘商店大阪支店前です。始末では誰でも安全で安心してご利用いただけるバスとするため、人に優しい運転に努めています。乗客の皆様もお年寄りや体の不自由な方に座席をお譲りくださるなど、ご協力をお願いします。
通り、寺橋通りです。交差点を右に曲がりますのでご注意ください。
次は堀川小学校前、堀川小学校前、総合教育機関 ECC 本社へお越しの方はお降りください。次は東天満、東天満賃貸マンションのエルで東天満へお越しの方はお降りください。次
時、網島市場前交差点すぐ、鉄板焼きのお店、京橋鉄板食堂 F。 不動産に関するご相談、東急リバブル京橋センター。目に関するご相談、眼科専門の京橋クリニックへお越しの方はお降りください。通りの方、マスコーサーボタンでお知らせください。
下鉄蒲生4丁目、下鉄蒲生4丁目西、仏壇仏具の販売洗いの専門店村上仏壇森本地下へお越しの方はお降りください。交通局からのお知らせです。レインボーカードの発売は平成29年3月31日をもって終了いたしました。バス、地下鉄への乗り継ぎには自動的に料金が割引になる日高、福岡などの IC カード、回数カードが便利です。落としましょうか。
通りの方の次は今福大橋、今福大橋走行時に夜行を得ず急停車することがありますので、釣り場は手すりなどをお持ちください。また席の運動をしないよう。次は地下鉄今福鶴地、地下鉄今福鶴地西ベネッセグループの関西個別指導学院今福鶴教室へお越しの方はお越しください。交通局からのお知らせです。次は鶴見西口、鶴見西口胃カメラの小林委員、内科、外科。平日夜8時まで土日も診療の鈴木歯科クリニックへお越しの方はお降りください。次止まります。お降りの方はバスが完全に停車し、扉が開くまでそのままでお待ちください。次止まります。お降りの方はバスが完全に停車し、
扉が開くまでそのままでお待ちください。ロコールです。どうぞ。お足の方に。
さん、東に戻ってます。
ームや避難、降りの方は降車ボタンでお知らせください。次に止まります。降りの方はバスが完全に停車し、扉が開くまでそのままでお待ちください。バッターを見ます。反対側にしっかりと置きましょう。
時期に料金が割引になる。ピタパ、ピコカなどの IC カード、回数カードが便利です。7月1日から地下鉄駅の券売機、定期券発売所でピコカの発売を開始いたしました。ぜひご利用ください。